はいどうもカフェンジョーですじゃあ今日もう一個見ましょうかね、たまたまこの気になったニュースがあったんですよこの芸能界隈で石田純一さんって今何やってるか知ってます <laughs> どうでもいいですか <laughs> 確かに内容的にはねえって感じでどうでもいい内容って言どうでもいい内容なんですけどなんかね焼肉屋さんやってるらしいんですよ知ってましたトレンディ焼肉ですかね ちょっと個人的にプッて思ったんでちょっと取り上げさせてもらったんですけど、まあ、興味ない方もたくさんいると思いますんで、ね、もう飛ばしちゃいましょうどうなんだろう牛宮城よりも繁盛してたりしてねえっ、ー、となんか千葉県にお店があるらしいんですよお住まいはなんか東京っぽいんですけどあれそれ石田さんって離婚はしてないですよねあれどうだったっけまあいいか えー、かつてトレンディー俳優懐かしいよねこのトレンディー俳優なんていうフレーズが <laughs> 靴,下靴下履かないのがトレンディーみたいな、えー、絶大な人気を博した俳優石田純一さんもう70歳なんだってへえ70にはちょっとまあでも70っぽいかでもさすがに若く見えません、うん、60代っつっても分かんないですよね、えー、俳優タレントニュースキャスターなどさまざまなジャンルで活躍するもん ニューーススキャスターなんててやってた <laughs>、えー、最近ではテレビ出演が減ってあのコロナのからこっちなんかあれだよね見なくなった感じじゃないので23年だ去年からあ千葉県船橋市で焼肉店を経営してんだってへえ経営だよねバイトじゃないよねで、えー、と石田さんが待ち合わせ場所に指定したような自身のお店がある船橋駅と お住まいは都内なんだね、莉、あ、子、のー、さんとかお子さんと一緒に住んでるのかな、でえー、都内の自宅から1時間半電車を乗り継いで通ってると、結構遠いな、千葉県船橋、船橋って結構遠いか、遠いかでえー、なんで船橋に出店したのかと。 ちょっと通ると船橋って 1000, ベロ1000円でベロベロになる、うん、すごく安くてまあまあおいしいでもめちゃめちゃ安いお店が結構あって1000っていうの <laughs> 知らねえ <laughs> 普段だったらそううですねもう4時5時、えー、土日だと3時ぐらいからみんな飲んで酔っ払ってるとそういうところがいいかなといいんだ <laughs>、えー、石田さんなりのリサーチがあってですねそうそうこの辺の雰囲気が自分の中の船橋こういうところに、えー、来てたんですよと。 そういういところで最初からこの辺狙っていてこの辺の高層マンションなんかはまだ駅前に、えー、できるんですけど自分たちも買えないような高級高層マンション船橋船橋ってなんか都会だったイメージがあったんですけどねそうでもないのかなで石田さん、えー、石田さんなら買えるでしょうといや買えない買えないはっきり言うと絶対失敗できないっていうのはあったので、えー、ここでなんですけどなんか一軒家みたいな、えー、ここ1個独立していてすごくいい物件だなと。 お店はなんか去年の5月からやってると店名はちょっと分かんないまあ、カットして、えーまあ、テレビの出演本数が激減したのは何でですかと、えー、何が悪いのか想像でしかないんで例えばコロナの時の対応が悪かったとか、まあ、あのときはずいぶんか随分バッシングされてましたね、えー、出歩いたとか。 そういうのがやっぱり言われてもしょうがないんですけど、でもそれで全部ね、人格否定はいいけど人生まで否定されたらちょっと辛いですけど、ちょっと気の毒かな <laughs> 人格否定は別にいいって言っちゃうところが <laughs> 相当しんどかったのかな、えー、芸能のお仕事、テレビは今どんな感じですかと石田さん、全然減ってますよとでもゼロじゃないんだ、えー、テレビはもう相当減ってますと CM はいくつくらいありますかと。えー 9個あったのが1個になりましたと8個なくなったとでも1個続いてるのがあるんだねへーでえで、ー、テレビのレギュラーはどうですかとありました3つともなくなりました4年経ったのでまたちょっと出てきていますけどとでゴルフの会員券車家それ全部売りましたよとでも誰にも迷惑かけずに暮らしていけるのでそれをとにかく言われる筋は全くないのであれ離婚してたのかな 離婚したわけじゃないみたいですけどなんかかあれですかねえまあ収入が落ちたとえ普通にこの間まで取っていた額の半分に行くかもしれないと思ったのはまああデモに行って、デモ、それは戦争反対という意味のデモに行きましたそれでえうちの奥さんにはえ収入半分になるかもしれないけどもうどうしても俺は行かなくちゃいけないえ止めても行くんでしょって言うから行くよと言って半分になると思ったら10分の1になりましたと。 ま使いづらいですよね、確か,なんか政治家、なんか正解に目指してましたよね、確かそっからなんかやっぱりななんかあれじゃないの敬遠されるようになっちゃったんじゃないのだからまあ自業自得なのかなコロナはあんま関係ないような気がしますけどねうんまあ自業自得なのか、因果応報なのか,、ね、なんか誰かのせいってことはないと思いますよね、なんでも大体が。 大概、なんか回り回って結局自己責任ですよね。うん、それを分かんないと結局なんか負のスパイラルっていうか責任転嫁始めちゃったらもう手に負えないですよね。うん、なんか都知事に立候補するとかなんとかってあ,ありましたよね。で実家の農家を継いだんでしたっけで家継いで行ってなんか農家,農家さんに転身してたと思うんですけども。も、うん ね、選挙出るとか言ってなんかやらかしてたと思うんであの辺から多分干され始めたっていうか普通に使いにくくなって呼ばれなくなった、うん、そんな気がしますけどもね、うんまあ、でも70歳でこれだったら勝ち逃げの部類なんじゃないの世間一般と比べたら、うん、そう仕事がなくなった、ね、減ってった原因は唐突に都知事選に出ようとしたところじゃないですかねあれで何この人みたいな空気になったと思うんで。 まあ選挙活動ってね、まあ、お金かかるじゃないですかうんね、っきる焼肉店っていうかさなんか焼肉屋でバイトしてるのかなそれだったらかなり衝撃でしかも1時間以上もかけてね通ってるってどういうことだよって思ったけどオーナーだっ,ったらまだまだ全然やれてるってことだよねなんかまあどんぐらいなんか稼げてるのか回ってるのかどうか知らないですけども すべてが行き当たりばったりな印象がありますかね、この人うんただ危なっかしくて、なんかそういうい大きなこのプロジェクト的なそういうい仕事、ビジネスは任せられないそういう人のイメージですかね。だってその選挙の時も周りの人は止めたわけでしょ、でも聞かずに、ね、この出てで、仕事を回していた人たち、ね、全員の,この顔に泥塗った格好だったわけだからそれは当然じゃないですかね、こうなるのはね。う まああの選挙の時にねあれこの人、こんな人だったのかとね驚いた人も結構いたんじゃないのかなって、うん、だって、それまではまあこじゃれたこじゃれたおじ様みたいなそんなイメージだったと思うから、うん、まあだからね、ねイメージでそうだ芸能界でしょねこのスポンサリングする企業だってイメージってあると思うんで、まあ、CM にも,も使いにくくなりますよね。うん って思うんでまあやっぱりこれは自業自得じゃないですかまあでもいいじゃないですかね焼肉屋さん繁盛させることができたら、ね、この牛宮城よりもね、うん、リーズナブルな設定で牛宮城よりもこの稼いでますよみたいな、うん、宮迫さん宮さそう宮迫さんとこのなんか焼肉対決とかやればいいんじゃないの <laughs> YouTube で <laughs> はい以上です